封鎖が維持されていて感染が拡大したらこれは当然選挙に不利なわけです。一番いいのは封鎖をトランプ大統領、陣営の見立て通り、まあ、来月ぐらいから徐々に解除していって、で守備よく感染が収束できたら正解だったわけですよね。そうするとトランプ政権にしてみれば我々の対応が正しかったということで誇示できて選挙に勝てるというそういう見込みが出てくる、はい、まずいのはこの封鎖解除して敗北が濃厚になりました、感染が拡大しました、やらなきゃよかったと。しかしこうなった時には次は何をやってくるかっていうと、おそらく対中国とかまだ奥の手を考えると思うんですけど、いずれにしてもこれ一番いいのはこの封鎖を解除して解除したタイミングと感染収束のタイミング、収束に向かうタイミングがバッチリ一致してたということになると、これベストなわけですね。で株式市場が当然期待を、食べ物と言いますか、期待を食い物と言いますか、期待を食べてきてますから、これに飛びつきます。封鎖解除、感染収束となると飛びつく、飛びつきます、うん、実際株式市場の動きを見てもらえば、これ SP500 で見ると3月の23日、これ最初はまあこの1週間2週間のところは金融の危機といいますか流動性の危機の克服のためにまあマーケットは右往左往したところですね。でその後 FRB の金融危機が回避できたという期待から上がっていって、でこの辺りから一旦押すんですけども、また今週ずっと上がります。おそらく